いただきます。いただきます。ダメなんだ、泊まる前はお金払わなきゃダメなんですね。追加料金。あ、なんかタバコもいただきますね。何がそうね、これがなんだ、ウィッグ、ウィッグだね、なんかね、なんでウィッグをプレゼントしてくれたの、なんだろうこのウィッグは。でビッグなんだろうな、コスプレで使ってねってこと。でもこれめっちゃいいやつだね、これ人毛じゃない、これ全然違うもん、毛質が。あの安い、いつも使ってる安いやつじゃないね。なんだこれ、ちょっとさ嬉しいんだけど、箱捨てていい、マジでワンちゃん、ワンちゃん箱捨て。あとピンクのなんかカツワみたいな、ワンちゃんこういうの捨ててっていい、これだけも持って帰る。だって入んないもんね、だってこの箱あれの中にね、まだ旅行の途中なんでパンパンになっちゃうかもしれない。いい？ホテルに捨ててくね、ゴミも。あんちゃんね、何これ。これいいじゃん、まあ、綺麗。綺麗だな。かわいい。これも結構いいやつだね。あの、毛とかが出てないで、毛ばけば、いつもほら、口食べちゃうみたいなのあるじゃん。あれはないね。抜け毛が少ない。こういうカツラさん、カツラ屋さんやってんのかもしれないね、ワンちゃんね。あ、これはいいね、ズラのネット。ありがとう、これはいいわ。ありがとう。ね、これ。ナナちゃんこんにちは、北海道ようこそ。まさかこんな田舎にナナちゃんが来るとは。目満別が当たった時驚きました。できれば真冬か、真夏の爽やかな観光シーズンなんだね、この辺りってね、お迎え来たかったですが、今の時期こちらは何もない時期で、あるのはただの大自然の海。確かに本当に今回の旅は罰ゲーム感が満載ですね。俺地元の人も言ってるでしょ、罰ゲームだよこれマジで。何もやることないでも、だってね、シーズンでもないし雨降ってるし、そうでしょ。私が奈々ちゃんの配信を見た時は奈々ちゃんがまだ実家に住んでいる頃です。夕方にドライヤーをやってる姿を見て大笑いしました。それから5年、ナナちゃんの大きな心と優しさを感じながら、北海道の隅っこの小さな町から、毎朝ナナちゃんのちょっと話聞いてるに聞いてるよと答えながら朝の準備をして仕事に出かけています。ナナちゃんの配信で会えてよかった、これからも応援しています。ナナちゃんいつもありがとう、どうぞお体に気をつけて、ナナちゃんのペースでこれからも楽しく配信を末長く続けていければと、嬉しいです。ケイさんにありがとうございます。お布施いただきました。これはもうね、お財布の中に入れちゃうんで、なくさないようにね。ね、お土産でも買いますね。配信で。お手紙は持って帰りますね、これね。空港で30人ぐらい並んでたからね。韓流アイドルでしょ。目満別で30人ってよくない？なかなかいないでしょ。ち
超田舎だよ。なかなか来ないかなっていうのもあんだもんな。ね。多分もう一生に一度会うか会わないかじゃない。ね。札幌5時、片道5時間、6時間かけてね、15分で帰った人もいるでしょ。ねえ、奈々ちゃんに、翼ちゃんもありがとうございますね、これね。翼ちゃん。ちょっとゲイの息子みたいな。私一発で分かったんだけどね。ねえ。ゲイの子でない、これ確か。山岐阜もね、なんかもらいましたね、これ。ゆきみちゃん。ゆきみちゃんってあれだね、DM くれた人だね。ありがとう。しまっときまーす。来てよかった。これは、だからね、宿泊費とか、ね、美味しいもの食べたいとかね。あ、ブナピーちゃん。ブナピーちゃんだね。手紙入ってるかな。うわ、みんなすっごいな、北海道の全マンじゃ、全マン全マン全マンですよ、全マン。藤沢奈々様、ようこそ、目満別へ。去年の5月ぐらいから配信を見ても、初めて見た時は美容室に向かうのに場所や店名がわからないという場面で台本かと疑ったけどひどいね。毎日最初見て台本だと思った。これは台本でしたね。ちなみに、あなたは本当にはちゃめちゃでわがままでアンチも多いけどなぜか憎めない人、娘夫婦のファンです。これからも静かに応援していきたいと思います。ありがとうございます。なんかすごいね、お母さん的な文章でね、ね、お母さん的な。これはあれかな、なんだっけな、もうちっちゃいの、ちょっとお手紙が入る。おみんなすごいね、おまんさま全満だよ、今んとこやばくない。もう旅費ペイしちゃった。ペイ無料で旅行に来たもんなんちゃもう帰ろっかな、これね。あとこれね、取っときますね、これね。家に持って帰るの、手紙とかね。手紙とか。で、今日、家から持ってきたステッカー全部なくなっちゃったんで、100枚持ってきたんだけど、全部なくなっちゃったんだ。だからこれから取っする人は、もうあげられないんで、まあ、写真とかね、普通に撮るんで。うん。そう、100枚なくなっちゃった、もう。もっといっぱい持ってくればよかったけど、だって、目満別なんて全然来ないと思ってたもん。私、一人も、一人ぐらいしか来ないかなと思った。残りが30年。だから空港で全部配っちゃったの。空港降りた瞬間に30枚全部なくなっちゃった。あ、7枚だ。空港では7枚だな。あ、ちょっと、現ナマが入ってた。ごめんなさい。これもあったんですよ。やっぱ下ろさなくてよかったの、大量に。
3万円しか下ろしてきてないんで。やらしいじゃないよ、だって何もいらないって言ってんのよ。私は。よろしく頼む。